経済とは社会が生産活動を調整するシステムあるいはその生産活動を指す。人々が豊かな生活を送るためには、人々が消費したいと考えるものやサービスを生産し、必要な人のもとに的確に届けられる精度の高いシステムが必要となる。なぜなら世の中にある資源は希少であり、何かを手に入れるためには、 他のものを諦めなければならないからである。経済とはそれらの活動を調整するシステムであり、経済学とはそのシステムを研究する学問である。人々が行う重要な経済活動の一つに、交換がある。貨幣を用いた売買も、交換の一形態である。貨幣は、交換を円滑にする以外に、 短期的に価値が変動しにくいため価値が貯蔵できる、商品の価値を計算する尺度になる、といった特徴を持つ。これら貨幣の働きも、経済学の重要な研究対象となっている。日本語の、経済は、英語のエコノミーの訳語となっているが、このエコノミーという語は、古典ギリシャ語のイオタカッパニューミューアルファーに、由来する。イオタカッパは家を意味し、ニューミューは、規則。 管理を意味する。したがって、エコノミーの本来の意味は、家庭のやりくりにおける財の扱い方であるが、近代になって、これを国家統治の単位にまで拡張し、以前の意味と区別して、政治経済学という名称が登場する。近代以降、日本のみならず、中国など漢字文化圏の国で、上記のようなエコノミーを意味する、経済の語が普及したが、それ以前は、政治的。 倫理的意味を含む、形成催眠の略語として用いられていた。まず、江戸時代後期の日本において、経済という言葉が、人民の生活に関わる生産、流通、分配などの意味を含んで使われるようになり、幕末維新期にポリティカルエコノミーの略語として、用いられるようになった。例えば、1862年発行の辞書、英和大約集鎮辞典が、 ポリティカルエコノミーの訳語として、経済、経済学の訳語を挙げており、同じ年に、青春が、手紙の中で、経済学の語を用いている。経済の語が広まったのは、同時期に、福沢諭吉が、経済の語を用いていたことが大きく影響していると、され、この訳語の考案者を、福沢諭吉とする文献もある。ポリティカルエコノミーの訳語としては、同時期に、 疫境に由来する姿勢なども提唱されたが、こちらはあまり普及しなかった。エコノミーの訳語としての、経済の語法は、やがて翻訳を通じて、形成催眠の語を生んだ中国に逆輸入されたが、はじめは、訳語として、あまり用いられず、不国策、姿勢学といった用語が用いられていた。その後、中華民国の初期に、孫文ら革命派が、経済を用いた影響もあり、 役語として定着していった。江戸時代の貨幣経済活動は法律をはじめとする様々な条件によって制約されている。それらの制約の下で社会は人々のニーズを満足させるように供給を組織化する。この組織化された供給の仕組みを経済体制という。代表的な経済体制として以下の三つが挙げられる。伝統経済とは 生産や分配などの主要な経済活動が、監修や文化によって大きく規定された経済である。集落や、村落などの比較的に、小規模な集団の経済にしばしば見られる形態であり、生産活動が、個人の家柄や、集団の文化によって定められているために、予測可能性が高く、継続的かつ安定的な供給が維持される。市場経済とは、 企業や個人が自己利益を最優先して物材を生産し市場の仕組みによって分配する形態の経済である。規範や指令もなく市場における消費の動向によって生産活動が規定される特徴があり個人の自由度が高く意思決定が分散的でありまた希少性の変化に柔軟に反応できる長所がある。ただし経済理論が保証する 市場経済の効率性は、財産権、取引の自由、企業参入体質の自由、完全情報などの条件が必要であり、これらの条件が満たされない場合には、市場の失敗が生じる。計画経済とは、中央当局によって、あらゆる経済活動が運営されている形態の、経済である。指令経済ともいう。産業への必要物資、生産目標。 生産割当てなどが定められ、その計画に基づいて、経済活動が遂行される。経済資源や労働力を計画的に運用することができるために、特定の産業を集中的に発展できるとされる。一方で、計画経済の下では労働者のインセンティブが欠如しやすいという欠点がある。また、計画経済の存立可能性をめぐってなされた議論として、 経済計算論争がある。経済成長とは、経済規模の増大や生産性の向上といった、経済的な能力の伸びを示す概念である。国あるいは、地域の経済規模は、国民総生産や国内総生産によって測られる。これら産出量の変化率が、経済成長率であり、協議には、この変化率の長期的上昇傾向を指して、経済成長と呼ぶ。 経済成長を決定づける要因や経済成長率と失業率、物価などとの関連を分析する経済学の分野としてマクロ経済学がある。効率的な経済活動であることから転じて商品の購入に際して金銭負担が少なくて済むことを経済的エコノミカルという。飛行機で最も低価格な座席等級を エコノミークラスと呼ぶのもこうした用法の一つである。日本経済、アメリカ経済、中国経済などのように一国家の経済活動を、経済と呼ぶことがある。さらに狭い地域や都市を一括りにして、九州経済、大阪経済などと呼ぶこともある。ありがとうございます。